ボーカリストのリズムを良くする方法、イエーイ、僕のレッスンではですね、ボーカルのね、リズムを良くするために、ドラムをね、叩きながらあえて歌うというね、練習を取り入れています。ボーカリストなのにね、ドラムなんか必要なのと思うかもしれませんけども、そうですね、別にドラマーのように上手くなる必要はないんですけども、ドラムの基本的なね、まず8ビートを練習すると、ラークがね、しっかり取れて表拍も取れる。そして2-4の大きなポップスのタイミングも取れるようになるので、びっくりするぐらい歌が良くなるんですね。今日はですね、レッスンで普通やってる通り、まずドラムをね、軽く叩いてみて、でドラム皆さん原理はないと思うので、それを自宅でね、練習するためにどうしたらいいかというところまでね、お伝えしたいと思います。はい、ではまずですね、このドラムセットがあって、そしてこのハイハットっていうね、こう金物があります。そしてスネア、こうよくね、オケの中でトントン、大きく聞こえるやつですよね。それがスネアと言います。そして全体のビートの低音を支えるこうバストラというのが今足元にありますけれども、これは踏むやつですね。で、これをですね、まあ、レッスンではまず右手で1と2と3と4とと、1と2と3と4と、まあ、8個ありますよね、4×2 で。この8ビートをまず叩くようにします。はい、そして2-4を左手で同時に叩く。1と2と3と4と1と2と3と4、はい、これは割とすぐできるんじゃないかなと思います。そして最後に、これができたらバストラですね。バストラをドンとドンドンとドンと叩きます。はい、これを全部いっぺんにやってみると、ドン、こうなります。はい、でこれを練習してね、自分の課題曲をで歌うと、こう叩きながら歌うようになると、このまず1と2としっかり裏拍が取れて、で2拍4拍の大きなバックビートが取れます。そしてバストラの頭が、バストラの頭が取れるので、こうポップスのビートにね、必要なものが全て体で取ることができます。そしてそれと同じ、それを叩きながら歌えるようになれれば、格段に飛躍的にね、リズムが良くなります。はい、ではこれをですね、今度は家で練習するためにね、まあ、普通はドラム弦ないですからね、自主練するための方法をやりましょう。膝をね、叩いて練習します。まあ、僕今ね、こう椅子に座っています。そして左膝をね、まず右手で1と2と3と4とハイハットに例えて叩きます。必ずね、声で1と2と3と4とカウントしながらね、叩いてみましょう。で、一緒にやってみましょう。3、はい、1と2と3と4と、1と2と3と4と、バッチリです。それができたら、今度は左手でね、左足を同時に叩きます。こうやってみると、1と2と3と4と、1と2と3と4と。はい、じゃあやってみましょう。左膝を右手で A と、左手で200、3、はい、1と2と3と4と、1と2と3と、グッドです。はい、これで余裕が出てきたらね、今度は右足で床をドンドドンと、膝から動かしてドンドドンとね、叩きましょう。それを同時にやると、1と2と3と4と、1と2と3と4ととなります。これはね、8ビートの基本形なので、これができるとバッチリですよ。で、これが叩けたら、こう叩きながら、例えばチューリップの心の旅だったら、あーだから今夜だけは君を抱いていたいみたいに叩きながら歌えるようにしていきましょう。はい、で最初はね、別にリズムボックスに合わせて正確なタイム感で叩いたり、歌の音の高さをね、完璧にしたりすることは必要はありません。まずこのしっかり表拍、裏拍の手と2-4に合わせて歌が歌えるようになるということが大切です。これをやるとびっくりするぐらいリズム感が良くなるので、
信じてやってみましょう。1日1回ね、1日1回5分では頑張ってみましょう。お疲れ様でした。